次どこ？あ、ことぶき戻って上だって。ことぶきに戻るんだ。あ、うん、あスボミンを捕まえたところか。ああいたの忘れてた。岩切氏。お前もか。すごいやるな岩切君今回。岩切式か。今日やな岩切君今回。ごめん。おかしな連中がよくわからないこと言っておるぞ。おかしな連中が。あのねダブルバトルなんだ。あダブルバトル。え誰こいつ。あお幼馴染か。幼馴染とダブルバトルね。ダブルバトルって初やったっけ。名前があった。えでも自分のダブルバトルじゃなかった。他の人とダブルバトルなかった？アホは2つ2匹いっぺんにいけんの？全体攻撃？おお。めっちゃ便利や。ていうかキャリが持ってるポケモンにも殴れるんや。そんなことしようとしたお前。いや選択できるから。よし。銀河団っていうのね。かっこいいな名前。うん。じゃあウェイクで。行こう。こいつ？これ難しいの。すごいフェイントかけてきたんだけど。当たるよ。右。無理無理。いや無理じゃない。右。おい。よっしゃ、オッケー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 、いけたー。こいつ、こいつはこの横は隙間なの？人が通れる隙間なの？多分通れるだろう。おっ、おはるか、来た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 、かわいくなるやつだ。お、かわいいっぽいじゃん、シルエットなんか。リスみたいだよ。あ、リスになるのか。リスになるのか。リスになるのか。リスになる。ビーダル、ビーバーポケモン。川を木の実や道路のダムでせき止めて住処を作る働き者として知られている。あ、そいつ自体が水ってこと。あ、本当だ。水入ってる。強いじゃん。あ、ビーバーやから。あー、そうか、次草だから弱点になったじゃねえか。え、なんかつくづく運悪いな、これ。なんでなんでいや、コロボーシを捕まえたいな、じゃあ。ここに出るんやったら、争奪戦する。うん。でも、8時からやろ。もうちょい後やろ。ああ、そうか、どっか。8時からか、うん。次の8時過ぎた後の草むらでいいんじゃん。よし、じゃあ、抜け道行くか。岩倉か。岩倉か。あ、岩倉だいんのもう。いるみたいよ。8分待たへん。やばいな、つまらん、進むって決めたわけやから。急がず、急いそう。あ、20時や。お、争奪やる。それでは、よーい。はい。ごめんなさい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 。いやいや、4位スタートまでの間がそんなに間があると思わなかったんで、すいません。これで出えへんかったからまだよかった。ちょっとごめんなさい。スタート。いや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 、出るかな。いや、あ、出た。わ、すぐ出るじゃん。来た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 。全然来ないっす、それで。うん。ゲームサブール。いや、これはもう確実でしょ。くれくれ。なんかもう一個欲しいな。あー。よーし、やりましたー。マジか。コロ帽子、コオロギポケモン。触覚をぶつけ合って鳴らす。音で仲間と会話をする。音色は秋の夜の風物詩。で、ここではとりあえず何したらいいんや。とりあえず右行くみたいな感じなのかな。右って発電所があるんだ。お、はぁ、おい、こっち向くんかいな。よし、あ、向くかな。あ、違う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 、こいつ違うわ。あ、バトルするわけじゃないのか。おいおいなんやお前ら。パパを助けてね。パパを助けてね。あ、谷間の発電所やって。あ、ほんとほんとだ。なんかいそうじゃない。なんかクラゲさんなんか変なことやってます。え、何してんのお前。言えよ、変なことやるんやったら。変なことはしてないやろ。ああ、上じゃなかったらずっと右やわ。ここを争奪戦じゃない。あ、いるの、しっぽけ。そこに、カラ、ナクシ、パチリス、ブイゼルが出る。めっちゃ待って、また違うやん。じゃあ3匹か。ちょっと待って、なんか、波乗りを確認したって聞かれた。確認しよう。ポッチャマ、ビーダル、ブイゼル、カラナクシ、ケイコウオ。ブイゼル、カラナクシ、ケイコウオを、2人でやろう。カラナクシ無理な俺ら。
蛍光棒がいるから。から、ブイゼル、カランラクシ、どっちかを取ったら、二人がどっちか取ったら別に何もない。ブイゼル、カランラクシのどっちかを俺としもやかが取ったら、ブイゼルは、うん、岩切君とクラゲで争奪戦になる。そうやな。ね、なるほど。よーい。そうよっしみんなバイゼルなバイゼルなみんな強いやつ強いやつ強いやつな誰やねん V4 強いやつな強いやつなあ、来た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 こいつはロプロスのカラナクシだカラナクシカラナクシよしとりあえずカラナクシを捕まえるぞ強い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 あ、ポケモンじゃないポケモンじゃないとりあえずカラナクシを捕まえるぞ俺はとりあえずモンスターボーだパチリスかわいいバイゼルがまた出ないのかうん、出るんかい出るんかい出る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 水の波動はいいってこの辺から捕獲率ちょっと上がってんじゃんこれああもう一回殴る一回殴るかじゃあ殴ったら殺してしまうんだよなこれうん耐えるでしょさすがにレベル9よしよしよしあっ肩パワーマジかよ捕まえるぞいやーもらいましたよこれはいやーすまんないわ岩切君ゴー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 うわマジ行け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 タウン捕まえて1,2のはい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 よしあよしおおか全然捕まらんが全然捕まらんがこいつってことは俺は何を捕まえてあかんのバイゼルだろバイゼルは捕まえたかんの俺もバイゼル捕まえちゃダメなのか V4 は俺らパチリ狙いよそれああ終わったいやバチさあもう取り入れやすなくなった逃げられない逃げられないレベル3倍の逃げられないマジかよめっちゃ怒ってるやんめっちゃ怒ってるこんな怒るこれだけ一匹なんだよ俺と下山がじゃあ待機、ね、もうダメだねはいはいうん図鑑見ておこうかあ岩切君いただきますああブイゼル可愛らしい見た目じゃんあ、まだわからないぞまだわかんないぞわかんないけど。ひぃ。よしやけど、即投げだって、即投げだって言うわけよ。これはもう間に合うのは。それしかない。いや、削ってる分の確率が違うわけです。申し訳ない。はぁ、あ、よしはい、どうもーどうもはい、ありがとうございまーす。カラナクシ、ウミウシポケモン。生息地により違った形や色をしている。新大地方では2種類が確認されている。パチリス、電気リスポケモン。ほっぺの電気袋で作った電気を尻尾から打ち出す。木の上で生活している。ブイゼル、ウニイタチポケモン。2本の尻尾をスクリューのように回して泳ぐ。潜るときは浮き袋が沈む。いや、もうさすがにね、1匹しか捕まえとらんやつおらんやろ。いや、もうここだってやって4時間以上経ってるわけだからね。プレイ始めて。行こうやんもうあ、こいつ戦うのかなあ、戦うんちゃうよあ、勝負だめっちゃ怒ってるやん、今結構怖っ結構、ここから取り返してったらいいから大丈夫だよまだ序盤のなんで俺だけ捕まえられねえんだよそんな怒るおかしいだろうがよ、こんだけ抽選なのにこれはおかしいよ怖えー、なにこいつニャルマーやってこれはなんだ電気かエスパーっぽいななんか雰囲気なんなんやろななんで電気とかやったえその確かにコイルみたいじゃん尻尾がこのぐるぐるってなっててああなるほどねなるほどね一理やったわちょっと花畑って仲間が持ってるだって花畑にいたわ確かに銀河団の二人組がさっきの上んとこそうさっきの上んとこ木の宮さんの上にあった花畑のところ見てよこっちこっち対戦かなさあ黙って甘い蜜全部よこせええー、おおおありがとうございますじゃーんおお発電所機を手に入れた甘い水手に入れた怖っこれねじゃあ発電所前行くか気に塗ろうやとりあえずあもうあそっかもう塗んのこれで調べたとこによるとですよこれで塗って6時間後にポケモンが寄ってきてそいつを捕まえるっていうやつなんですけど6時間後 ?1 時です1時でちなみにその6時間っていうのはなんていうの今塗ったらもうポケモンは今確定すんねんだから6時間経ってチェックする前にセーブしてリセットはできへんわけああ
つまりどういうこと？1日限定ガチャを引いて当たりを引けって話、そのガチャ引くのに6時間待たなあかんから。マジか。うん、あでもこれはもうすぐやっとかなきゃいけないわけだな、これな。結構出るの？それね、新しいその欲しいポケモン。まあまあ大丈夫だ、大丈夫だと思う。なるほどね。じゃあ塗るよ。塗るぜ。塗るよ。塗ってよ。6時間後に結果がありますように。はい、塗りました。6時やから夜中の3時ね。はーい。儲かざるやんちゃポケモン、天井や壁を利用して空中サップを繰り出す。尻尾の炎も武器の一つ。これは？あ、あ、ここにもある。あ、ここにもある。これ塗らな。え、でもあまり水売ってないよ。さっきのおじさんから買えるの？あ、さっきのおじさんが売ってくれるんだ。さっきのおじさん、三ツ矢さんなんだ。三ツ矢、なんかいくつでも塗れんの？何本でも塗れんのか。一個しか塗れん。お、塗れるやんけ。よし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 。うわ、すごい。じゃあもうめっちゃ効率上がるじゃん。楽勝じゃん。よし、行くか。電車機。まあ、なんかアジト的な感じなのこれ。めっちゃ戦闘ありそう。もうアジトな。もうアジトやるん。もうすごいトレーナーみたいな人いるよ。こいつ。いや、まあ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 。いや、早く行けや。よし。マジか。よし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 。曲がいい。え、みんな捕まった虫タイプ。え、嘘、それ抜けれるの？え、マジ、あれ何来てんの？絶対当たるくない？何曲いいな、じゃあ。こいつはもうでも捕まるしかないもんな。これを無視して、はっか。まあ、そうやろな。よーし。あ、来た。おぉ、ヨギリ君2匹目。えらい。林亀に進化した。うし、林亀、木立ポケモン。甲羅は土が固まったもの。樹木になった実をついばみにやってくるポケモンもいる。よーし。じゃあ不安と争奪戦か。変な人たちがいなくなったから、風船のポケモンさんまた来てくれるよねっていうのが。これが不安ってなんだ。か。これは欲しいね。固定シンボルがいる。あー、え？おらんで。え？おらんで。翌日以降の金曜日か。翌日以降の金曜日ってやばくない？金曜日ってやばくない？そんなことない、ね。え、マジ？翌日以降の金曜日ってまずくない？まずいよ。え？え？じゃ一回ポケモン絶対見てみて。で、まあ預けてみて。シンボルがあるでしょう。これはもうシンボルがあるでしょう。俺。ちょっと待って、不安定ってなんか必要やっけ？空を飛ぶじゃない。空を飛ぶがね、これによってね、捕まえるのが今まで5匹やったのが、4匹になりました。あ、不安定大事じゃん。最後に時計ずらす？この甘い蜜が終わってからじゃないと時計いじったらペナルティで、時計いじったペナルティを受けて甘い蜜使えんくなるから、マジで？24時間か48時間ぐらい。よし、後回し。なので、空を飛ぶは、じゃあ残り、ドンカラス、これ闇カラスの進化ね。トゲキッス、これトゲチックの進化ね。そしてペラップっていう新しいポケモン。これ、のみになりましたね。うわ、新しいポケモン1匹しかいないねや。しばらく飛べませんね、これ。もしくは、ムックルが、俺が進化をする前に新しいのが出て、取られる。あ、そうか、進化系がいるのか、ムックルの。うん。え？塗る？塗ります。これさ、この先いっぱいあるんじゃない？木。過去食？ちょっと、もういっぱい買っとかなきゃ不安だわ、俺。マジか？戻るってこと？一回戻るか。10ぐらいストックしに行くか。ああ！よし。どうした？何してるの？何してるの？クラゲマジでさ。まあ、多分10個ぐらい買ったはず。これで多分10個ぐらい持ってると思うんだけどな。いや、アイテム見たらいいやん。え、あ、アイテムに、あ、持ってるの？うん。あ、ほんと？うん。行くか。行きますか。はい。出発だ。なんで？当たってんの？クラゲさん。ちょっと野生も強なってきてるやん。ほんまで。うわーすごいトレーナーおるわ。よし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 。おっとそこやばいな。何してん、岩切君、今のは。わざとやな。いや、俺の前をすぐ通るかと思ったんだよ。
白帯の森やって、ここで争奪戦なんちゃう、白帯の森さすがに。これトレーナーですか。それも全部トレーナーじゃないかな。うわ、下役当たりに行ったやん今。いやちょっと今分かんなかったよ、こいつの動きがどんな風に動くか。じゃあ下に戻ってさ、見守るよ。うわぁ、やらしい。どうやって受けるか、こういうことか。おい、何が起こったの。めちゃめちゃただの奇跡やろ。今当たんなかっただろ。下役がおられてるやん、左の子供に。お前一人で白帯の森抜けられるのかよってめっちゃ言われる。俺を抜けられる。はい、そうせ、もうこっからスタート。いや、中に草むらあるんじゃん。何何こいつ、めっちゃ見てる。ああ、よーい、ダジャジ。捕まえよ、新しいやつ、もう分からへん。